津用新道は、神奈川県道路公社が経営する一般自動車道。神奈川県逗子市の横浜横須賀道路逗子インターチェンジから三浦郡波山町の長江に至る延長 2.0km の有料道路である。神奈川県道24号横須賀逗子線のバイパス機能と国道134号から横浜横須賀道路逗子インターチェンジへのアクセス道路としての機能を 持っている。1970年4月1日供用開始。以後長らく国道134号長江交差点までの総延長 3.8km が有料区間であったが、長江交差点から県道217号交差点の 1.8km は県道311号として無料開放された。ETC 利用不可。支払いは現金もしくは回数券のみである。 2002年4月1日現在の普通車通行量は100円。2002年4月1日現在の1日平均通行台数は13,556台。営業収支比率は201.7%と、一般自動車道としては全国有数の収益性を誇る。なお、本道路は道路交通法による一部車両通行規制が行われており、125cc 以下の二輪車は、 通行禁止である。料金所、レストハウス。奥が、逗子インター方面。ありがとうございます。